どうも、西村真也です。まずは、江頭2時50分さん、ブリーフ団の皆さん、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。江頭2時50分さんがやってらっしゃるですね、YouTube の人気チャンネル、映画チャンネルの方でですね、なんと初回から使っていた登場曲が使えなくなってしまったということで、今回楽曲募集というのが行われまして、我々シュノーケルもですね応募させていただきました。もしもまだその動画見てないよっていう方はですね、映画チャンネルのそのアドレス概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらの方を見てから、こちらの動画続き見ていただけたらなと思っております。まずは僕の江頭さんへの愛を今日は語っていきたいと思います。ニシコダッシュチャンネルはい。というわけで今日は江頭2時50分さんへの愛を語っていきたいなと思ってるんですけども、まずはですね、僕が今着てる T シャツ、じゃじゃーん、映画チャンネル T シャツです。僕、初回からずっと全部見させていただいてるんですけども、このグッズがね、出た時、すぐ実は購入させていただきまして、いや、これめっちゃかっこいいですよね。そしてやっぱりこの江頭さんのこのシルエットでもう、江頭さんであるってことがわかるっていうね、このね。これがやっぱり素晴らしい。じゃじゃーん！いや、やっぱかっこいい。もちろん映画チャンネルというこの YouTube チャンネルが始まってから江頭さんが好きだったわけではなくて、一番最初に僕が見たのはですね、ほんと小学生の頃に、朝やんで、伝説の水中息止め対決っていうのをやってたんですよ。で、僕はその時に初めて多分江頭さんのことを認知したと思うんですけども、江頭2時50分さん、その時多分5分ぐらい水の中に潜って結構伝説を作ったっていう、そっからですかね、僕が江頭さんを知ったのは。ただその時は、子供だったっていうのもあって、江頭さんが芸人さんっていうことはあんまりよくわかってなかったですね。なんかアスリートの方なのかなっていう認識でした、その時は。水に長く潜れる人っていう感じの印象が最初あったんですけど、その後やっぱりめちゃイケ僕大好きで、めちゃめちゃイケてるの中で出てくる江頭さん。あと、プスマの中での江頭さんのあの破天荒プリと伝説を残すってあのロックな心意気と、あれがやっぱりなんか僕にはすごく刺さって、で、映画チャンネルが始まって、で、なんかその中で見えてくる江頭さんのそのまた優しさというかですね、そこでまたすごく惚れてしまいまして。なおかつ、ずっと同じ一本やり続けるって本当に大変なことなので、なんか僕は全然規模は違いますけど、音楽でデビューして、それからお芝居をやったりとか、映画を撮ったりとかいろんなことをやってるんですけども、やっぱりあの江頭さんのずっとその芸を貫く姿にすごく感銘を受けております。映画チャンネルでこんなにたくさんの江頭さんを見ることが今できてて、非常に僕は幸せです。本当にいつも更新ありがとうございます。そしてですね、実は僕も YouTube チャンネル、この西小出しチャンネルやってるんですけども、この映画チャンネル、T シャツですよね。で、僕、登録者数が1000人を突破した時に、実は記念で T シャツを作りまして、その T シャツがこちらなんですけども、西小ダッシュチャンネル。これですね、実は映画チャンネルみたいな T シャツが作りたいんだよねって、一緒に映画撮ったガンちゃんにデザインをお願いしてですね。ロゴはちょっと違うんですけど、このね、胸のところにドーンと映画チャンネルっていう感じで、この西小ダッシュチャンネルっていうのを作りたかったんですよ。この T シャツのデザインも、実はちょっと映画チャンネルからいただいてるっていう経緯もありまして、勝手に影響を受けて、勝手にそれに近づけた T シャツを作ってしまいまして、大変申し訳ございませんでした。そしてそんな中ですね、やっぱり江頭さんの登場曲といえば、布袋さんのスリルだったんですけども、YouTube で権利関係で、やはりちょっと使えないということで、第1回から映画チャンネルで使われていた、じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんってかっこいい。あれはあれで映画チャンネルの映画ちゃんの登場曲としてめちゃめちゃ定着してたあの曲なんですけども、それが突然その、誰かが、いたずらなのか、ね、あれ著作権侵害っていうことで申し立てがあったということで、過去使ってたその曲が使えなくなりましたということで、それはそれでちょっと残念なことではあったんですけども、怪我の巧妙といいますか、そのおかげでですね、楽曲募集ということで、江頭さんが募集をエガチャンネルでかけたんですね。そこで僕はもうすぐに送らなければと思いまして、というのも江頭さんがね、いや、これ見てる人の中に、いや、音楽やってる人いるでしょうって言った後に、いや、お前だよお前って指をさしたんですよ。うわ、俺今めっちゃ指さされてると思って、真に受けて、これはもうずっと大好きで影響を与えてくださった江頭さんに何かお役に立てるならすぐに動き出さねばということでですね、一旦僕がデモを作りました。もうなんならその募集の動画が終わる前にはもう送った曲が思いついて、すぐデモを撮ってメンバーに渡して、で、レコーディング。今コロナなのでみんな揃ってレコーディングがちょっとできないので、ドラムの山田雅人がまずドラムを撮って、で、そこにベースを送ってもらって重ねて、で、最終的にまた僕がスタジオで、ギターを入れるという感じで、シュノーケルファンクラブ（仮）っていうのがあって、毎月リターン曲としてお送りしているのもそういう風にレコーディングしてるんですけども、今回は歌はなく、いつもだったら僕が最後にギターと歌を入れて終わるんですけども、今回はギターを入れてインストの曲なので、っていうので一応完成させて、で、本当は、エガチャンネルの方で動画が流れたと思うんですけども、ギターを弾いているところの映像が流れまして、で、なおかつ、エントリーがですね、シュノーケルのボーカル西村真也ということで、エントリーしてたんですけども、ちょっと代表者名っていうのがあったんで、バンド名シュノーケルで、代表者名西村真也で書いたのもあって、僕個人で送ったということになってるんですけど、あれはシュノーケルで、3人で撮ったシュノーケルの楽曲として送らせていただいておりまして、で、ドラム撮るとことか、ベース撮ってるとことかを、ちょっと動画回しといてって俺が最初に思いついて言っとけばよかったんですけども、ちょっとその脳がなくてですね、最終的に僕がギターを撮るときに、あ、これなんか動画一応撮っとこうかなってなったんですよ。なので、結局、エガチャンネルの動画の中で使われていた素材は、僕がレコーディングして実際に弾いてる時の模様が流していただけまして、前編後編と江頭さんの動画が分かれてるんですけども、前編が一般部門で、後編が有名アーティスト部門みたいな感じになってまして、前編の一般部門の中で、嫁と俺さんっていうご夫婦でエントリーしてらっしゃる方々がいて、YouTube もやってらっしゃる方々で、で、その方々がですね、E、G、A っていうコード進行でエガちゃんを表すという手法をやってらっしゃって、僕も実はそれ、特にアピールしてなかったんですけど、実はやっててですね。僕の場合は E からずーっと続いて、途中の展開で、G 分の A っていうちょっとややこしい分数コードみたいなのを使ってるんですけども、それでエガちゃんっていうことで一応表現しております。あとはやっぱり最初のリフから江頭さんの激しさっていうのと、でレレレレーンっていうフレーズ途中から出てくるやつはなんか江頭さんのなんか怪しさというか。で、その後その G 分の A から始まる展開のところは、なんかエガちゃんの優しさとみんなに希望を与えてくれる感じと、だからそういうのをちょっと垣間見せる感じで。でもまたやっぱり狂気に戻っていく感じの展開にしております。約1分のインストの曲なんですけども、いろんな江頭さんへの僕からのイメージだったり、感謝だったり、いろんなモチーフだったりをちょっと詰め込んだような作りとなっております。でですね、今回、エガチャンネルさんの方で、下の概要欄にも貼っております、こちらの動画なんですけども、こちら後編。前編が一般部門の7名の方。で、後編が有名アーティスト部門の6組と番外編1組で、結局最終的には14組エントリーの中で、なんと結果ですね、その紹介された14曲、全部採用ということで、ありがとうございます。いや、なんか、江頭さんらしいというか、もうこれ選べないよって江頭さんがなって、江頭さんの優しさが現れた結果となりまして、その登場曲に関わらず、いろんな場面で使えるんじゃないかということで、その14曲が今後、江頭さんの動画の中で流れるということですよね。非常に今後の動画、なんか見るたびに一喜一憂しそうで、今までのように純粋に楽しめるかちょっと不安ですけど流れた今回は流れなかったみたいな感じになるかもしれないんですけども、自分たちの曲も採用となったというのはめちゃくちゃ嬉しかったです。まずやっぱり江頭さんの耳に届いたということだけでも嬉しいのに、ブリーフ団の S 君がなんと僕らのことを知ってくださってたどころか、僕らの CD を持って行ってくださったということで、本当にありがとうございます。いや、なんかね、前に動画の中で S 君がアニメ好きっていうのは、そういえばあったな、そのくだりっていうのを、ふと前編の予告のところで思い出したんですよ。前編の予告のところで S 君が、いや、僕、大好きで小学生の頃、いつもすぐ学校から帰ってこれ見ててって言ってて、あ、もしかしたらナルトとか銀魂のことなんじゃないかなって、こう淡い期待を抱いてたらまさにそうでした。エガチャンネルのあの動画のコメント欄にも S 君がこんなに熱くなってるってことはすごいアーティストなんだなと思いましたみたいなコメントもあったりして、もう S 君には本当に感謝でございます。とにかくこれからエガチャンネルでシュノーケルのレコーディングしたあの楽曲が流れるっていうのがもうワクワクです。今回選んでいただきましてありがとうございました。これからもエガチャンネルの更新楽しみにしております。というわけで今日はエガチャンネルへの感謝、そして謝罪という動画でした。ありがとうございました。以上、西村信也でした。もし気に入っていただけましたら高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。